よし、続きやってきます。ってことで、メインストーリーですね。ここがいいで。あ、これか。フルルの港17章。これですね。じゃあ、瞬間移動しますと。ちょっと移動にはこなれてきたかな。で、ちょっと絆会話、あ、こちらね。いつも違う。これ。絆会話。これやっとかないと、レビュー、あー、てか、リンちゃんカンストのやつか。ソウルカーティー来るやつやね。あー、そうか。じゃあ、同じ弓として、フォガートにあげようかな、リンちゃん。行こう。でも、リン自体マジで強いからな。以前あなたは僕に攻め立てが強すぎる。それは無理そうです。お？え？紋章師となんか恋愛関係とかある？もしかして。やっぱり私と一緒に戦うのは無理かしら。ほう。なら神竜にそう頼んで、もう二度と。これはまあ勘違いないやろうけど、悲しい顔をしているあの凛ちゃんが。違うんです、ただのじゃなくて大切な紋章師。ああ言い方って難しい。そう思うようになったんです、凛様。凛様。いやでもここのマッチングはとっても嬉しいわ。ほぼ100点に近いからな。ああ、スタルークといえばリンって感じもあるもん、すでに。ああ、流星弾とかもうスタルークを触りに行くもん。使いたいなって思ったら。まあただ乾燥したので、買えないともったいないしね。で、IB カメラさんか。ここ本当に嫌やよな。雰囲気とか。ね。で、声優さん調べたら全然違ってました。てか、カメラさんの声優さん本当有名な人なんすね。今更なんやけど。結構まあ、その漫画では知っとる、そう、アニメになったやつで、そう、あ、この声、カメラさんの声の人なんだっていうのがかなり多くて。嬉しいわ。あ、全然違うね。通じ合うところがありそうね。今の藤子、今の最新のルパンの藤子が、これ、この方らしいですね。あ、これだけ？まあ、C やから、こんなもんか。A が2、3ラリー増えるって感じかな。よっしゃ。いや、スキル継承でも取りたいやつとかあるけどな。ただ貯めといた方がいいのか。SP 結構たまらんしね。よし。じゃあ、行きましょうか。マイロ。どこまで来てんのかな。まだリュールのおそらく蛇竜の何かだった時の砕かれた兵は。無事にフィレネに入りましたね。この赤い側のリュール。今のところイルシオン兵を見かけませんが。ルミエルママの最後ぐらいでなんか見かけたんだっけ。そこを知ってからになるよね。やっぱまだ半分ぐらいなんかな。全体のストーリーとして。奴らの狙いは王城かもしれない。であれば、フルルの港に向かう。今日も頭、お花畑やな。いや、使ってやりたいけど、ちょっとレベル上げができんからな。そこが王城に最も近い。もうイベントでしか。神竜様が初めてフィレネに来た時にも訪れた。あ、そうなんだ。懐かしいですね。あの時の美しい景色、よく覚えています。思い出に浸っとる場合じゃなさそうやぞ。さっさと向かって、どうした？面白い顔してるけど。どうしたんだい、神竜様。なんか大砲でも音が聞こえるか？煙が見えます。北東の方角。もうやられてんのか。街がもう。北東、フルルの港の方角だ。奴らまさか。てか街ってことはなんか訪問系ありそうやな。急いで向かいましょう。あそこか、セリーヌと初めて出会った場所？クロエルイとも初めて。
あそこだ。ただ港やから、うわ、もう燃え全焼しとるやん。燃やす必要なくない？こりゃ怪我人もおるやろ。やりやがった。ここにセピア、グリ、ベイルか。いや、もう終わっとるやん、この村。こんなことって、民たちが何をしたと言うんだ。もう済み？いや、でも船が止まってるってことはおるよね。こらえてください、アルフレッド。膝を折ってしまえばそこで終わりです。はぁ、あ。あ、この膝を折ってしまえばって、母ちゃんからの何かじゃなかった。海にはまだイルシオンの船が。これ以上の上陸を許せば。フィレネ王国が落とされてしまいます。今から止めに行くしかないってことな。港を守り、それから村人たちの救助を。お、かぶり気味に。おっと、おいでなすったね。大変、村がめちゃめちゃです。あら、お前らじゃない、もしかして。セピア、あいつらじゃない可能性がある。 1% ぐらいやけど。邪竜の娘テイルまで。まさか。もうよ、ビールに対して怖い顔するようになったな。ち、違うわ。私たちはここに来たばかりよ。あ、本当にこいつらじゃないな、この言い方。あなたたちがフィレネ王国に行くって聞いて、ただ会いに来ただけ。また濡れ衣。なんかちょっとかわいそうに思えてきてしまうけど、ベイルが敵やから、もう敵としてやってくれよ。はい。どうして私たちがここに来ることを知っているんですか。そりゃあ別のあいつら、モーブとか、あの女の子名前覚えてないな。あいつらから情報言ったんじゃないの。村に火をつけているのはイルシオン兵です。あ、もう間違いない、現行犯や。ソンブル側であるあなたたちが動向を把握していないわけがありませんよ。もうやり合うしかないよ、帰ってくれ。それはちょっと無茶があるな。グリ、どういうこと。ああ、行き先を知っていたのはセピアがやったのか。グリが指示をしたからだったの。ああ、それっぽいな。言いなさい、グリ。うるせえなーってくるか。確かに俺はこの襲撃を知っていた。でも指示は俺じゃない。別、ソンブルから直で動いてた軍団がいてたってこと？じゃあ、一体誰が？案外こいつら仲間になって、そのよくわかる、まあソンブルなんやろうけど、戦うことになるんかな？あなたですわ、ベイル。あら。お前かい。お前かい。じゃない方がもう命令下してたってことか。今こうして村が燃えているのも、あ、もう切り替わったってこと。死んでいるのも、うわ、死んでんだ。ベイル様の望まれたこと、あなた様自身のご命令。切り替えでも早くない？やるだけやったら、もうやっぱなんか行動したら、そういうなんか反対側に行く時間が短くなるとか、なんかな。私の、まあ、疲れる野郎からね、眠りに行って、なんかそう睡眠みたいな感じで言っとったしね。おお、お前らもんの。やっと着いた。え、全部やることになる？遅れてしまいすみません。厄介事があったもので。よう一回しばいたんやけど、ちょっとダメージ負っとけよ、お前ら。めんどくせえマップになりそうやな。あ、ベイル様、長旅お疲れ様です。僕ちょっと遅れちゃいましたけど。ただこんだけ燃えとるんだら訪問する村はなさそうやから、ちょっと難易度は下がりそうやけど。いただいたご命令通り、村の者たちは皆殺しにしますからね。平気な顔で。皆殺しって、どうしてそんなこと。お前が言うたんやって。ああ、え、この状態のベイルは知らんのか、マロンは。
ああ、知ってた。戻っちゃってる。戻ってる。戻ってる。どういうこと？誰か教えてよ。誰も教えてないのか。二重人格状態ってことを。どうする？今ならこっち側についてくれそうやけど、ベイル。ベイル様、この状態のあなたのもいい加減面倒になってきましたわ。なかなかきちいこと言うな。ここからは真実をお話ししましょう。神竜様いいんすか？よくお聞きになってくださいね。それよりちょっと守りたいんですけど、村を。真実、リュールの片割れの話も来るかね。この通り、ベイル様は何にも知りませんわ。襲撃の指示なんてとんでもない。うん、今回の襲撃も今までのこともすべてもう一人のベイル様がしたことです。だいぶ容赦ないね。もう一人のベイル、まあ、母ちゃんやったのもそれやしな。これはソンブル様の偉大なるご意志ですの。後継としてふさわしい邪竜の子が欲しいという。千年前にいっぱいいたうちの一人って話やもんね。ソンブル様の命に背き、平和などという幻想を夢見て、邪竜として当然の力も持たぬ欠陥品であるあなたでは。欠陥品、この状態やったらまともに戦でも、なんか異形兵倒しなかったっけね、序盤2回目ぐらいの登場の時に。邪竜の娘としてふさわしくない。そこで魔の力を持つ竜族である。この私、セピアも竜族なんだ。魔竜族。ソンブル様にお力を賜り、あなたに少し細工させていただきました。細工、まあ、本来持ってたってことかね、そういう力を。それを解放する細工。一体何をしたというんですか？うん、簡単なことですのよ。ベイル様の竜の衝動少しばかり強めて差し上げましたの。でも、もともとそういう素質があったってことか。そうすれば人間を殺すことなど何とも思わなくなる。 あなたはソンブル様の手となり足となり。ただこの細工を解ければなんか仲間にできそうな感じがするけど。神竜ルミエルを殺し、指輪を奪い、各国に異形兵を差し向けていたんです。ただその竜の衝動あるおかげで、なかなかもともとやっぱそういう指揮力が高いんやな。全体を掌握する力がある。じゃあこいつも変身したらあんなコブラみたいになるってことか。あなたの意識が眠っている間に違うあなたが動いていたことの証明ですわ。それ裏で教えといてよ。正気に戻っている間に。ただあれか、まさか差し向けた異形兵を自分で討伐していたなんて。この戻っちゃってる状態になった時にこちら側に来てしまう可能性があるから、下手に教えれんかったか。ソンブル様の娘ともあろうお方が神竜とお友達。ダメなんかな、神竜と邪竜仲良くしたら。バカバカしくて笑っちゃうわ。ありえんのか。わあ、過去作じゃ絶対ありえんからな。ダメかな。ただ結論的にはここが仲良くして平和になりますで終わりそうな気がするけど。でやり合うのかどうか。母さんを殺したのは、あれ今知ることになる。あれ、そっか、そっか、プレイヤーしか知らないのか。ベイルだけれど、あれ、あ、これは知ってたか。ではなかった。これは知ってたか。あ、誰かから教えられとったもんね、さすがに。よかったですわね、ベイル様。
誤解が解けましたわよ。なかなかセピアちゃんあれやな、きついな。クリモ、みんな、私の味方なんかじゃなかった。味方ではあるよ。味方ではあるぞ。もう受け入れてそちら側で生きていくしかないんじゃない？あ、でも今そっち、でもなんかリュールが動く。もっとそうはさせないぜ。マジで仲間になるかな。てかもうシクとの全面戦争やけど、過去3人は対峙したことはあるけど。ここから先はもうあなたは、あ、え、何やるの。あー、そういうことか。お眠りください。また竜の衝動が。さあ、ベイル様、怖い顔。お目覚めを。我々、うわ、あの追っかけられとる時の軍団がフルで来んの。うわ、ちゃんと強かったからな。あら、目の色が。ご苦労でした。おかげで存分に戦えそうです。こいつはこいつで反対側のことを認識しとったもんね。マルス。ベイル様。マルス、シクよ、お前たちも準備を。うわ、なかなかのマップにならん。ああ、楽しみです。やっぱりそれなりに抵抗してくれない。前回も、ね、あのアイクの害でかなりしんどかったけど、うわ、このマップなかなかなレベルな気がするな。謝罪なんて必要ありません。あなたなんかベイルじゃない。私だってベイルです。あ、私こそがベイルなのですか。だいぶ性格も嫌なやつだったな。邪流の娘たる存在だと今からお尻を差し上げます。あ、だいぶ激戦が予想されるな。村とか絶対寄らんぞ。出してくんなよ、頼むから。そこに対して進軍、無理な進軍させるとかよくあるからな。いやー、なかなかのあれだぞ。シクプラスベイル、あの時追っかけられとったやつとガチ、うー、広い。そうだ、戦う前に、はあ、面白いものを見せてあげます。また人殺しですか。久しいな、我が子よ。異形兵として、神竜、あ、異形のハイアシンスって書いてある。ゾンビ状態だ。いや、ちょっと敵えぐくない？名前付き6人ぐらいおるやん。お父様、ベイルとシクとこいつ。モリオンも出すなよ。いいえ、死んでいますよ。はぁ、異形兵ハイアシンス。なかなか心を折ることをやってくるね。異形兵、まあイコールゾンビやな。私の自信作なんですよ。モリオン。ああ、本当だ。と違って生きて戻ってきた。血色がいいね。私の作る異形兵はお父様のような様子なんです。生前の意識も少しばかり残っているぐらいに。優秀やん、ベイルじゃ。でも戦いで邪魔になるので、それはちょっといじらせてもらいました。すぐ改造する。なんてことを。これは罰ですよ、アイビー王女へ。裏切ったからか。私、イクシオン完全に裏切っとるからね。デスタン大教会では、よくも。ああ、これは助かった。私ずっとリンとか持ってきた、持ってきてくれた。リンとルキナか、持ってきてくれたやつね。いつか仕返ししようって。性格悪いです。
お、あなたにはこれ何？あ、リーブかな。本当は草原の公女の指輪を用意したかったのですが。もううちのがっつりスタメン指輪よ、指輪よ、それは。あなたの娘に取られてしまったので。剣王の指輪を。リーブじゃない、リーフか。モーブと一緒になった。承知した。毛の生えそうな名前になってしまった。言うほど強くないしね。ただの拳使いやから。もうやめてください。ああ。これがどれだけ酷なことか、あなたにはわからないんですか。いや、導入のイベントだけでもすげえ時間使うな。わかりません。こんなに楽しいことありませんから。プラス宿も言ってんの。セピア飛んどるしな後ろ。わかっていますか。あーめんどくさ。うわめんどくせえやつ。倒しても倒してもなんか受け継がれるやつか。しかもその数は互角。いやもうどちらが勝つのか楽しみ。決戦やんこんなとこで。いる。勝てば指輪全取りでいいっすか。さあ思う存分殺し合いましょう。おお。いや、いい加減、宿のやつもさ、死んでくれよ。2、3回復活しとるやん。マロンロイ。ここもおる。お、シャイン落とす。ミカヤ。あー、ワープライナー使ってくるってこと。で、お、グリ。え、あ、プリースト系な、こいつ。セイジか。エンジ、あー。セリカのな。あ、こっちか、ワープライナーか。孤立したんな。ここ一気に抑えてもいいかもしれん。ドラゴンさんいてはる。ここすごいな。エンゲージ回復ゾーン。増援もどっかからあるんやろうな。砦から湧いてくるか。で、ハイヤシンス。キラーアクス。キラーアクス。ああ、これもリーフのやつか。何これ。会心の体術。あ、これ強くね。へえ。体術も結構強いのあるんだ。ただ、しっかりゲージ一本ずつで気を使っていただいてますね。探検。スティレット。で、レイピア持って。ああ、これ持っとったやつか。オブスキュリテ。これで母ちゃんやったやつかな。で、セピア。ああ、シグルドか。移動力おかしいやん。何これ。はあ？ああ、シグルドちょっと返してほしいな。いや、今更強さが分かってきたわ、シグルドの。了解です。まあ、守るもんとか、村とか訪問しなくていいなら、まっすぐグリ取りに行って、この辺動き出すかな。こうでしょ。こう押さえてから、ここの橋で、こいつらと対峙して、あとはって感じかな。うん。じゃあ、準備していきます。よし、完了しました。いきます。いやー、だいぶだるそう。6人の敵将すべて撃破する。6人もいてんの。ただあれか、名前突き倒せばクリアって話ね。了解です。なかなかまがまがしい BGM やね。で、オルテンシア連れてきました。うん、パパおるからね、一応。で、まあ、ちょっと魔力は低いか。速さ特化系やもんね。まあ、さっさとアーマーの方までやってしまいたいかな。魔法ちょっと後ろすぎたな。うん。マイダメージ。わかったわ。まあ、お姉ちゃんが本気を出し、まだ変わらんか。いや、でもダメージ全然違うな。ユナカが、もう 35% なのにガンガン出す。で、
メリンちゃん、ちょっとこれで消去法で連れてきとるからあんまり良くないね。てか硬くない？硬くないっすか。ただトークのやつから順々に動かしてって、あれ取れとる、もしかして結構燃えとるけど地形ダメージもあるってことか。で、あ、倒せる。いや、手槍をしっかり使いこなしとるね。うん、スレンドモスと速さ下がるしね。体格が上がればまた、あれかな。ベレとワンチャン使ってもいいか。いや、向こうが強いよ、なんか。いや、なかなか鉄から離れん、れんな。これが強すぎる。鉄のナイフが強え。で、魔法、魔法しかないよな。アーマーキラー、ちょっと失敗したな。配置失敗しとる。ベレット使っちゃうか。あ、ここ倒せれば一気にいけるしね。いや、あ、一の子しか。一の子し。なら、ユナカのおかげで倒せる。いや、35% 以上出とる気がする。移動プラス、攻撃範囲に敵がいる場合、あの、デュアルしてくれるってやつ。あ、届く。届くけど、あれやな。イカ土しか持って、あ、結構食らわせれる。ただ、ブレーク取れるよね、これ。うん。で、あれ気をつけないと。リンを、フォーガートにしました。で、風化雪月ウデバーがスタルークに行ってますと。届かん。あ、長弓。あ、これも失敗するな。光の弓なら倒せとるもんな。戻し、あ、もう遅いな。失敗しました。あ、チキももう使ってあれしといてもいいかもね。ゲージ増やし、本当に。あ、剣持ってまででもありか。なんか届いとるな、上から。あ、これか、使わしといてもいいかもね。ただ10ターンもかかるあれでもないしな。さっさと上を制圧して。あー、リンのも流星弾とかももう撃っといてもいいかもしれん。お、来るの？来んの？がっつり来たやん、もう。戦はこうでなくちゃな。なんて、痛みでのた打ちまう。なんて好戦的。って、こいつ魔法使いやったよね。あ、マープライナーか。やべ、行って。久しぶり。久しぶりのワープライナー、お腹痛い。めっちゃ前まで来たよ。ちょすいません、コントローラー落としました。プレステのか。ただもう取れるやん、こんだけ近づいてきたんなら。優しいね、左側。もう一体取ったぞ、ボス。完全にこれ後ろついてこんってどういうこと。やる気なさすぎるやろ。じゃあもう料理するだけよ。サンマス攻撃からかな。あ、いいダメージ全然入る。うん、反撃もされない。さっさと倒そう。貝割りそうなやつおるかな。で、もう半分減りました。ここなんかアーマーキラーかなんかで、あ、ジャンで行く？あ、でも回復したいな。ルイ倒せ。いや、サンスクミあれやけど。よし。あー、一残し。ただ、チェインが、ユナカが来れば多分倒せる。来た。あ、いや、完璧、完璧、完璧。
ユナカが来てくれるの予測に反映しないやつ。銃撃。装備服の重さが体格より大きい場合。体格低いやつ用のスキル。あ、そんなもんの。じゃあ、また長弓。ちょっと燃えとるけど。ちょっと燃えとるけど、回復すりゃ一緒。サンマス攻撃します。倒せ。あ、足りんかったか。じゃあ、クロエあたりで、切らなす。いや、もうチェーンが凄まじいね。固定ダメージが強い。何もしない。さあ、またサンマス攻撃。チェーンも発生するでしょ。田舎来て。いや、来た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 。あ、ディアモンド外した。もうなんか締めれそうじゃない。あ、倒せた。入ったゲット。こいつはあれやな。あ、死ぬ。あ、立つ。いつ死ぬんこいつら。セリカ置いてってんね。セリカ置いてってんね。俺かの重たいのよな、きっと。重たい。あ、リザーブ。リザーブ。すごいよ。あ、ただセリカ誰かに移動するよね、きっと。どうなんやろう。あの、追っかけられとったマップみたいにやってくるよね、きっと。うん。速さくれ、速さ。体格でもいいけど。で、受けてみる？敷き使うか。あ、あ、ダメか。敷き、ここ回復してもらって。敷きどうする？誰に使おうかな。気分が晴れた。リュール、そうね。アイビーやっぱ強いからな。さっさと使ってゲージ貯めたいしね。あ、むしろ受けてもいいのか。後ろも受け出すか、じゃあ。後ろ処理してからって話もありそう。リュウリン使う？じゃあ、なんぼでもゲージ増やしといていいからね、これに関しては。ゲージ増やし。ただ前回なんか途中で切れた気がするんやけど。制限あるんかな、ターン。どうなんやろう。天国でもしかして無効になったとかもあるん、無効というか使う前の過去まで戻してしまったとかあるかな。下手に受けたらどうなんかな。なんかいろいろ変なとこ動き出しそうやから、慎重にこうで、うん、かわすか。すげえな、もう回避。あ、そう、ディアマンドにあれだ、切り返しつけたんだったわ。くんのかい、結局。まあ、リーダー死んだからな。あ、動き出すね。動き出すね。あ、ルイ、ルイががっつりしんがり担当してもいいかもしれん。ただ、殴ってこんパターンやもんな。あ、魔法いてんのか。一旦後ろ攻めすか。うん。関節持ってないんなら光。ああ、ただ早っ。え？マジで？追撃取れないの？マジか。じゃあ必殺よろしく。45%。出ない。出ない。出ない。
あ、ブレス使います。ここベスポジやん。また下燃えてしまう。あ、ただ倒せない、倒せないか。で、あの、倒、マップ上で倒したやつってさ、経験値入っとる？入ってないね。じゃあ、オルテンシャで倒すか、せっかくやし。一旦類残して引き付けといてもいいかもしれん。本当や。ちゃんと言うんだ。私の出番があって。行こうか。じゃあ長い見て。あ、ちょうど。うまくやれとるよ。よし。ごめんね。あれ、ルキナってまだ乾燥してないよね。あ、あと1か。魔法まで受けれてもいいかもしれんけど。てかもう、ルイにこそさっさと切り返しつけるべきやな。まあ今、ヘクトルと一緒になっとるから、確定でついとるんやけど。なんかうまくやれとる。てか左側が全然動いてこんのがマジで優しい。もうルナティック脳になってしまったな、完全に。魔法受けれるか、来てんのか。じゃあ使わせていただこうか、聖水で。あと受ければここに置いとくか。ちょっとディアモンド前出すか。踊り下げすぎたか。ただおそらく増援も出てくるやろうし、なんなら今おる場所にやってきそうな気配もある。やべ、結構いった。聖水使ってもこれ死んどるやん。死んではないけど瀕死やな。だいぶいいとこいいとこ。魔法13もあるよ、だって。あ、殴ってくる。いいね。1でも入れば、あれ？ああ、そっか。切り返してヒットポイントか。80% 以上だっけ。あいつ、マロン動かんな。届かないけど、踊ればいけるか。またブレスかましやろうか。ルイの位置がベストか。てかカムイのあのまっすぐビームもあるよな、そういえば。ここを勇者で。うわ、倒せちゃう。 100% 倒せる。いや、もうやばいやばい。勇者を存分に生かしとる。で、こう、こう合体しよっか。この一直線なんてなかなかならんからね。はい、縦三マス。なんかクロエ似合うね、このカムイ状態。いいね、なんかすごい、なんかすごいスキルがすごいものになってる。何がどうなった今。ただ倒せないのか。じゃあ、三マスしばきして、次、ブレス打ちましょうか。で、レベルナップする。いいとこ。力も結構きたね。攻め立てって覚えさせたっけ？取っとくべきやったか。失敗したな。で、火のブレスで、二枚抜きいけるんじゃない？これ。あ、残すわ、こいつ。ただ、ユナカパワーで倒せる。奥どう？生きとったか。まあ、ユナカで奥の、届かない、マジか。ちょっとめんどくさくなったな。火があるせいで奥まで行けない。3マス攻撃は倒せるけど。
奥の魔道士さん、あーどうする、ジャンで踊る、ジャンで踊るもったいないか、ただこっちは綺麗になる、あー届かんもんな、ユナカ届けばもう絶対に綺麗になるんやけど、ただ無理してやる状況でもないけどね。あーどうしよっか、やっとく、やっとくか、どうせなんかしょったら勝手に回復しとるからね、エンゲージ、敵倒すとか何かしら行動しとったら勝手になっとる気がする。いや、ジャンの踊りもなんか見慣れてきたな。そういうモードしてなんか認識してきたわ。で、あ、これでもここは届かないのか。よし。必殺出してもいいっすよ。出ない。ナイス。出る。15% で。さあ、右上きれいになった。で、ここ受けたらドラゴン来るかな、ちょっと目障りやよな、ここで受けれるのか、来るかな、メリンで受け、あ、フォガートの方が強いな、あ、ここか、じゃあ光、いやでも光も結構必殺高いからな、そう、なんでこんな光強いかなって思ったら、なんかあの紋章入れたせいっすね、そう、紋章師だけ1個だけ強化できるんですけど、紋章師、あ、これ回復できるやつじゃなかったっけ、これ、これは、あ、カミナさんとことは違う、これ強く、え、これ強くない、え、カミナさんもできたよね、杖使わんでも回復できるってこと、あ、来た、あ、倒せます、素晴らしい、受けて倒せるのは強い証拠よ、言うほど力ないね、ドーピングしてもいい、来るんかドラゴン、ただ さっさと倒しときたいね、あ、てかルキナじゃねえ、エイリークセアダセも出したまんまか、ドラゴンキラー持ってきたけどどうなんかな、どうなんだ、ただ今からこのルートやな、増援とか来なさそうだし、こっから行く、こっち、あーどうだろう、どうだろうな、どうだろうな、ただ燃えとるとこ厄介やしね、やっぱ戻るべきか、やっぱ、じゃあ下受けに入るか、しっかりスレンドおるね、うん、承知しました、ルイで受け、殴ってきてくれん可能性高いからな、ドラゴンも厄介やしね、エイリーク使わんと初見の時何もできんかったしな、でスレンド持って一旦下がろう、で強化しといて、で回復、あれ、流脈で使ってさっきの出したやつってあれ不満とダメなのか、しばらく使えないってことでいい、え、毎ターン使える、え、これ強くないだからこうしたら回復するってこと、え、毎ターンこうやって出せるってこと、ヒーラーをいらんくないね、
そういうことじゃないの。で受けれるかい。必殺でないか。いや結構もらったな。あ、回復ポンドか。なかなかピンチ。リブロスは殴ってこんやつ。殴ってこんやつ。くそー。ワンパン、うわ、死ぬやん。リブロする？こうすれば倒せる。え、ドラゴンユナカ狙っとる、もしかして。ここ燃えてないもんね。燃えてそうに見えるけど。で 100% 倒せる。増援出ないんかな。さあブレイク取ってもうちょっとディアマンド食い込ましたいね。固定ダメージ入れたい。まあさっさと倒していいかもしれんけど、地味にユナカのあのデュアルがなくなったのが痛いな。あと一発。長弓光で通しちゃう。やっぱ強いわフォーガート。ディアマンド前出す。でもここ全然強っ。強もルイ強すぎる。いやもうそこで頑張らでいいのか。もう我々強いわ。ああ余裕で、ディアマンド前出しとく。あー意味ないかな。下手にダメージ食らうだけか。ただ前に置いとけばディアルが発生するから、あんまり意味ないか。こうしてこういうこと。あ、全然食らわん。手をかそう。全然食らわんだ。完全に失敗した。まあ、長指でしばけばいけるか。ああ強い。もう長指だけでもさ、ああ追撃取るの強い。ああ結果見てないもん。ただディアモンド石落としたね。やっぱ固定ダメージあるの強いわ。あ、ドラゴン届いてんのかも。次、じゃあ、ドラゴンしばきやね。お、なにこれ？指導。え？こんなあったん？え、どんぐらい？1ターンだっけ？でいいかな。フォガー、く、そっちか。32%。ユナカ狙ってたか。まあ、このまま引きつけよう。で、後ろからのしのし来ていただいて。あ、これでも届いてんのか。あ、さ、あいつドラゴンマジ厄介やな。シンプル厄介。シンプル厄介。いや、硬いしな。なんでゲージ1本っての助かるけど、え、33ってそこまで硬い？くっそー。マロンちゃんもやりに行こっか。てかまた嫌な位置からドラゴン来ちゃうな。じゃエイリーク使わんとダメやしな。ってことは
セアダス。ああ、勇者とかなら結構入りそう。今、ぶつこ41あったから。まあ、固定ダメージか。そうや、そうや、そうや、そうや。固定ダメージだ。ユナカとディアマンドをうまく配置すれば、どんだけ、カタカロウが、いけるって寸法よ。がっつり火に入っとるけど、お前にはないのか。地形ダメージ。あの文句もなんか嫌な位置を取ってくるね。で、一旦、エイリークの守備力がありすぎるやつに加算するやつ。結構強いわ、やっぱり。てか、似合うな。かっこいいな。セアダスのこのエンゲージ状態。おお、なんか、ナバールに見えてきた。おお。からよ。でも2マス壊して、いや倒せるよ。え、全然倒せるよ。ルイおればなんとかなるな。じゃあもうここ倒して、後ろでチョコマカと、はいはい、だいぶ淡々と攻略してるけど、ほんと UFO、 あ、重装か。魔法で受けるべき。強いな、45。45。うわ、死ぬやん。オルテンシア一発で。次のターン、受ける感じかな。あー、アーマーキラー受けもありますけど。あ、持ってなかった。ディアマンドじゃないと引き戻しがあるぞ。光の弓、ああ。ただこうやって引き戻して、ヒーローで培ったこの技術よ。アーマーキラー持ち、ああ微妙かな。ちょっと隊列が伸びてしまったね。よくない。受けたのがちょっと早いな。アーマー耐えてるのもめんどくさいな。さあ、アーマーキラー受け。17の2回。悪くない。チキはまたつく。早いね、回復。回復が早い。で、マロンちゃん来る。モーブ来たか。早いね。モーブ来た。まあ魔法には絶対、うわ、なんか強くなってたこいつ。ああ、リーフと合体したからか。光、あ、いいダメージ入る。そうですね。ちょっとセア、結構移動できるね。魔法、硬いやつにはどうしよう。まあ光の弓が何本も作ったので。硬いな、でも。必殺で、必殺、出たー、倒せる。素晴らしい。で、マロンしばき。ディアマンドを良き位置に置いて。あと一マスか。ここトマホーク持ってかな。固定ダメージもじわじわ。ここ取れず。あー、どうだ。アーマーキラー持った方がよかったか。こっから魔法やな。ああ、もう絶対倒せる。絶対倒せる。
うん、絶対倒せる。魔法に弱すぎる。で、会話ある。いや、いい加減さ、死んでくれよ。何回登場するん、お前ら。もう3回目か4回目だよね。ちょっと多いぞ過去作から見ても。なんとか倒せんかね。オルテンシャがやっぱそこまでやな。光の弓でも大ダメージ与えれるし、一残し、ちょっとユナカチク、わー、そんなやな。ここもやれるけど、うんうんうん、じゃあここの2人でサンダー、まあこれでいっかな。一応ここアンチやよね。うわ、固定ダメージ6もある。でかで、こうなればリュールで取れる。なんかディアモンドやったら入れてくれるけど、チェインで6もいっ、今まで4とかじゃなかった？じゃあお姉様が後ろからサンダーズバンと入ります。ディアモンド外したらちょっと痛いか今ので。ここ光で1残し。なんかならんかな、なんかなれ、なんかなれ、なんかなんか、え、全然余裕やん。あ、ダメや、1残しよ。綺麗に1残し。届かない。まあ、ユナカ届かしといてもよかったか。ああ、すごい。チェーンパワーすごいわ。ただ、うまくいくか、これ。いやー、なんか死にそうな気配があるけど。うわ、一発33も食らう。いやー、大丈夫かな。なんか失敗した気がするな。よくない気がする、このムーブ。何回もう諦めてくれんかな。てか死んでよ。あと1回しか許さんぞ、出てきても。だから仲間になりそうな気配もあるな。にしてもここ良くないよな。まずい、かわしてくれんと死ぬな。ユナカ前出しとけばよかった気がするな。チェーン発生しとったな。見極めが甘かった。やばい、クロエがやばいかな。誰だ、クロエやわな。ナイス、でかい。これは生きたかな。生きたはず。でかい、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 でかい。ただ後ろ来てないはず。リュールに。お、え、硬くない？どういうこと？あ、イカズチやからか。で、モーブくんが来ました。激戦が続くね。モーブくん。ちょっと待って。なかなかだるいぞ。倒せちゃう。いや、エルウィンドに切り替えたらかなり強くなったな。かなり強いぞ。鍛えて正解。よし。で、チェーン係前出す。
関節持ち上がって。置くだけにしとくか。ルキナ、あ、パルティアとか。パルティア、オールフォーワン。あれ、パルティア、パルティア。普通に使えばいいのか。言うほどやな。こいつは倒せるけど。ただ、ここに置くことでチェーンが発生するなるから、それは、はぁ、むずいな、どうしよう。そうね。長い目でまずちょっかい出す？あー、全然、硬っ、え？ちょ、待って。この人すげえ硬い。マジか。やばい。モーブがちょっと硬い。か、これ使っても22。ナイトキラー。魔法、いや、魔法、魔法も高かったよな、今見たら。分かった。次のターン全力しよう。じゃあ次のターン全力、あ、やること全部やるか。変身で爆砕し、いい感じで入っとるね。敵3体、うん、これ、続貫しといて。あ、ブレイクもあんのこれ。やべ、だいぶ燃えたな。だいぶ燃えた。ひだるばになる。だいぶ燃えたな。で、いや、こいつもなかなか硬いのか。じゃあユナカ前出して、うわ、倒せない。こいつは倒せる。ディアマンドパワーってもダメか。じゃあサンダーかな。あー、地味地味。じゃあ、ディアマンド前出したいかな。あー、ちょっと。メリンちゃん。あ、てか、ドラゴン届いてんのか。厄介やな、あいつ。うっそ、これ届いてんの。あ、ここもいけるんだ。いけるけど、そうっすね。後ろの踊りも利用して、で前をほじくって、うわ、すごい攻め立ても容赦ね。でここ倒せる。メリッツ使うか。あ、倒せる。どこまでどうほじくるか、すごい。めちゃくちゃ攻撃されてるんだ、こいつ。で、ここは回復して、あ、リブロンあんのか。ちょっと下がろう。で、リブロをかまして、ディアマンの前出したいかな。ここ
ここは光で通せるよ。ギリギリやな。いや、夜中のチェーンでかい。なんとお詫びしたらいいか。で、ちょっと強くなる。行こう。トマホーク、ああ、魔法にやっぱ弱いか。ユナか。あ、ブレーク取れるのか。いや、斧持たせたら新鮮やね。ありかな。ありか。必殺は出ないか。おーおー、なんか初めて遠吠え。あ、いいとこいいとこ。アイク今こそ天空じゃない。だいぶ燃え盛ってるけど、下ラグネルもある。あれ、ラグネルまだ覚えてないのか。ウルバンあんまよくないかな。でも動くからな。そう、動くのよ結局。ウルバン、あーでも、あ、ゲージ一本あんのか。ちょっと攻めてもいいかもね。お、会話は、これ一般会話か。いや、こいつやっぱなんか違うよな。いや、モーブはなんか仲間になる気がする。痛いね。追撃取ってきた。追撃取ってきた。あー、チェインがあれば。あ、倒せる倒せる、当たれば倒せる。ちょうどで1本目。いや、ちょっとモーブ厄介か。やばい、ディアマンドなんか死にそうな気配あるな。ちょっとチェイン祭り頼む。こうして、そう、いいね、いいよ。削るだけ削って、あー、なんかワンチャンありそうな気配もあるけどな。フォーガードなんかやらかしてくれんかな。チェイン連携がっつり入っとるから。残像、やべ、買って、くっそー。あー、ここで残像したら残像に来る？残像だ。残像。3体だけ。どうだ？めっちゃ燃えとるな、下。やばい、誰、リュールか。え、これぬるくて助かるね。で、誰だ。お、アイビー。強ボルトアックス強受けで倒せるぞ。これ残像か。まあ、もともとこうして欲しかった。で、モーブも痛い。だいぶ燃えたな、カメラさんのあれで。めっちゃうまくいった。めちゃくちゃうまくいった。じゃあ。リュールでここ落とすか。ブルマン。いや、リュールがもう安定して強いから助かるわ。うん。チェインもいい感じでお腹痛いです。で、3マス攻撃からかな。流星群、いいとこに入れたいね。リザイア落とす？違う、これあれか。ミカヤノか。ちょっと返してくれんかね、エビは。
て、ここリザイア持ち出したから回復するなこいつ。ディアマンド置いて、なんかもうだいぶ減ったな敵。めっちゃ回復するな敵。じゃあここでトマホーク持ち、てかチキも回復しとるか。ドラゴンバトルやる？てかエンゲージ回復ポイントかなりあるし、使っても回復できるもんね。いいダメージ入るけどなんか結局痛いな痛い。で3マスコマキばっかすればいいか。こうして、あ、てかサンダーもあるな。サンダーもございます。もうこう少しでも。ユナカ来て、ユナカナイス。22ならもう倒せるじゃん。誰か出た、いやめんどくさ、リザイア。あ、いいね。いやもう神の状態が強すぎるだけか。ユナカも絶対クリアン最近 100% になってない、もはや。倒せます。じゃあオルテンシアでいこうか。言うほどやな、オルテンシアが。こうやね。あ、 100% 死んでくれ。てかチェ 100% 出るよユナカ。いやこいつやっぱ葛藤しとるもんな。絶対仲間だる。あいつ説得できるぞ。ああ。で、流星軍。ああ、ここしか飛ぶ。てか、ダメージゼロな。とりあえず落ち着いたね。増援でも来ない限り。ドラゴンまた受けて、ルイちょっと出しとかんなんか。ちょっと祝日に撮ってるんで、あの平日にやってるタイマー設定がちょうどお昼ですね。で、ルイ前出して踊りも使ったもんな。まあここ受け出してもいい。袋叩きにすれば倒せるっしょ。うん。で、ちょっと夜さん減っとるね、ヒットポイント。龍脈がいまいち。ターン回復、上に立っとったら勝手に回復するでいいんかな。ちょっと流星群がさあ、これなら5入る光やっぱ強いか、若干。まあ、魔法攻撃やからね。まあ5でもでかいか。ゲージ1本しかないしね。で、俺、うわ、やっべ !55% ワンパンか。見てなかった。見てなかったです。で、後ろも来る。ちょっと全部来るやん。全部来るやん。そういうことか。ちょっかい出す前の方が良かったか。オルテンシアの位置が悪い。なるほど。完全に誘い込まれたな。じゃあ黒い回復しよっか。流星群歌う方がいい。
ってこと？ちょっとあの量だるいな。全部来たよ、ベイルも。こうしとけば、ドラゴンさん。あれ、ここも死ぬ。めんどくさ。一発いてえって。全部動いたかな。結局動くのか。あ、じゃあリブロすればいいのね。クロエもリブロ持っとるから、いやー1足りてない。厄介やな、ドラゴンマジで厄介やな。ちょっと待って待って、あいつにかまけとったら後ろが来てしまう。ボス一気に倒せれれば。流星群はな、痛いって。33、お腹痛い。ちょっと引いた方が、今距離あるっちゃあるけど、いや一気に混んでも一気に混んでも、ドラゴンやっとかんとだるいよな。ここいて、一発いて、痛い。ただルイが全然戦えとるもんな。サンダーダメやよね。じゃあここ回復して、最高度をかけての勇者の槍で倒せる？それなかったら結構しんどいけどね。ただ勇者は弱くなるから、勇者、うわー倒せない。ただえ、なんで追撃来るようになるの？は？え、どういうこと？やべ、ちょっと待ってドラゴンに翻弄されとる。なーだるいこと。うまくチェイン使ってけって話か。ここってさ、 T 字型に伸びてくれる？もしかしてここでさ、ブレスしたら奥のやつ入る。入るね。ただなんか変な形になってる。ちょっとリブロー案件かな。痛すぎる。で奥もダメージ入ります。これなら倒せる。いやもうなんかチェーンでやれる気がする。うん、あ、そう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 。いやチェーンが強い、チェーンが強い。よし、そこまで経費かかってない。あ、ちょっとこっち来るまでにもう仕留めちゃう。もう1ターンごとにしっかり決めてかんなんてことやな。ここにゃ、あ、流星群でちょっかい出せるな、まだ。ここ回復して、やばい、ちょっと、エンゲージ使ったやつ、なんとかして回復しときたいな。サンダー、あ、いい、ちょうど。ほい。いや、ユナカとルキなんかマジちょっと完璧すぎる
今後にめちゃくちゃ影響するないと困るぐらいの組み合わせやな。あー、流星群ちょっかいとか、キラボ、ここ硬い。あ、上届けないのか。諦めるか。じゃあここで普通に、うん、少しでも減らしておく。はい。でディアマンドの回復、うん、せんでいっか。助かりました。ちょっと早めにゲージ増やしておきたいね。でこんなもんか。いや、もうここにゲージポイントえぐいってことはここでやれってことやよ。とりあえずこうかな。何も後ろから来る。あ、天空使う、天空使っとこう。こんなもんかな。あ、で言うなんか前誰？お、ジャン。ほんほんほん。で、そうやったー。忘れとった、シグルド持ってんの。これ誰だ、これ誰、これ誰、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 ルイ？誰、どれ？なんかすぐ、すぐ、どういう。すごい、なんかすごいことになってる。すごいことになっとるやん。何？ただセピア釣れたね、うまく。これ誰かに当たる？当たってる誰か。あ、横のあのパラディンか。すごいことになっとる。誰も死んでないよね。すごいことになっとるやん。スキルの応酬やったね。じゃあアンチから弓、あ、だから森に入ってやがる。あれ硬い、ゴリゴリに硬いな。ゴリゴリに硬い。じゃあ固定ダメージでって話か。まだいける。一旦下がるか。はあ。やべ、買ってどうする。硬い。てかもう1時間か。いや、まだかかるな、さすがに。ちょっと考えがてら、いや、あの、何も思いつかん。ちょっと考えがてら休憩しようかな。ちょっと行ってきます。よし、お休憩いただいてきました。いや、もう固定ダメージ祭りで削るしかなさそうなんやけど、まともにダメージ入らんもん。で、好きにさせるとシグルドでアホみたいに移動するから、うん、囲うしかない。で、そう、オルテンシャ一目で低いけど、追撃されないので、これは受けれそう。で、誰か回復して、黒にするか。クロエもただ囲う係しかないから、いやー、何こいつ。てか特攻入らんって卑怯はなんやけど。もう変身できるのか。エンブレム連携し、なんかダメージ与えれませんかね。
ゼロ1ビーム、あー12はでかいぞ。でもやっとくか。で仲間で囲い切ったところで武器なが刺さるから、でルイはもうここ倒すしかない、こう確定。いやー1ターンちょっと野放しにせんの。あーでもルイで殴れればかなりあるから、ぶつこう。ただもう1ターンかかるって。ディアマンドで蓋をする。そう、連携できるやつ前に出さないと。ただ誰かにあれ使ってこことかやっとく。セアダス死ぬ可能性も高いしね。でここを取って、あエイリークか。ただ使えんだよな、さっき使ったばっかりだしね。エイリーうん溜まってないもんね。で連携係前にやる。めっちゃいいダメージ入るな。え、なんで？あ、そっか、普通に強いのか。こうでしょう。うん、攻撃自体は大したことない。でノックバックさせた。壁にぶつけたら 何があるんだったっけ。移動できなくなるんだっけ。で、かっ、あ、てか、ルキの使い方になった。これは、でも、これはこれで正解やろうな。で、チェインがゴリゴリに発動するようになったから、一旦サンダーあたりから入るか。ベレトも使えるね、よく見たら。サンダーいいねいいね。チェインだけですごい削れとる。ユナカも来て、よし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 倒せる。はそこ当てといてや、そこ当てといてや。ちょっともったいないな。なんかメリンちゃん、うん、チェインだけで倒せる。いやいや、強い強い。チェーンゲーやな、本当に。で、1本目。あ？すべてって何？何何？ティルフィング？ゲージ1本消費したのがすべてってこと？強くなった？暴走。なんか強いの使ってくるようになるんだっけ。気を引き締めて挑みましょう。でもオーバードライブ使ってきたよ。強くなった？ん？ちょっと理解しないけど。ああ毒矢とかもあるけど、毒は食らわんか。さすがにうまくチェインやっていけば、かなり入れれとる。うん、長い目もう一本あるよ。削って削って、いいね、いいよいいよ。最悪ジャンのベレトがあるけど19。回復すれば、あーカビナリア、あいいいいすごい。もういったんじゃない。右下の隙間にユナカ突っ込めれるやろ。よし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 。
なんとかしたったわちょっと待って待ってていうか敵シグルドは恐ろしく強いぞ。アリエントコーラからやってくるからな。よし、いやもうこれ死んでくれ、死んでくれて。死ぬかなこの言い方。ただ生きとるもんな。あれ、え、ティューンって言ったな今。死んだってことでいい？セピア。ん？ここ最終面じゃないよね。うん。もう佳境だ。増援もなかったしね。優しかったな。わけやからん増援かましてきても普通かなって思ったけど。で、ブレイクされるな。あ、てか、ジェネラルブレイクされないんだった、そういうの。ちょっと、じゃあ、ヘクトルパワー出しちゃう。スレンド持って。関節はしてくる。近接。近接近、あ、レイピアおる。レイピア、これかわす。ここでじゃあ、でもスレッドラーが一発強いのか。ここでヘクトル、すみませんが僕と1ダメージ以上入れてくるんなら、いい度胸です。うん、殴ってく、うん、ここで目開くの本当にかっこいいでリブロして、で次に備えようか。どうか他の方に。エイリーク復活させとくか。あと誰だ、アイク、アイク、チキも復活させておきたいな。アイク出しとくか。あんま引きすぎてもあれやけどな。もう次決戦に近いから、エイリークも出しとくか。こうして、でベレトが生きとるから大逆転はできる、いつでも。で、ここ回復、龍脈の使い方がいまいち終わってないな。いや、あの緑いとこで回復しとる。なんかそんな雰囲気ないよね。ちょっと使っておく。ん？ターン回復プラス10。え、回復する？まあ、ユナカ18やけど。ん？回復するでいい。ただ回復できんかったらちょっとあれだけど、ちょっと検証したいけど、ちょっと失敗したらちょっと今後に響くからな。ここ見れるか。クロエが38から回復すれば、ディアマンド前だし、あーただチキ孵化させたいか。ここだ。で、来た。ハイアシース、もう何も思い出せぬ。剣持っとるな。私が怖いか、それとも憎いか。いや、どっちも言うほどやけどね。父ちゃん殺してったやつではあるけど、そんな痛くない。ノーダメージあれか、必殺技やから。やべえ、嫌な詰め方してきたな。結局攻撃してこんのだるいよな。ダメージ入っとるやんこいつ。なんで？で、
ベイルも言うほどやな。一気に参りますか。だからザコ倒した方が早いというか、一旦ザコ倒した方が遠慮なさらず、ハイヤシンスまでは一気に行く。ちょっとボスの数がえぐいよな。これはこうやな。ベレトもしっかり使っていく。チキ、あー、こうしてこうありやな。でまたチキ化できるから、ここ、ああ、ここから撃てば、ハヤシンスにダメージ入るな。いや、もう過去作に戻れんぐらいぞ、こんな何でもできたら。で、カミラさんとかどう？で、ハイヤシンスのダメージ入る。カミラさん、さすがに復活してない。あー、まだやな。で、ここ、いや、回復しないやん、結局、やっぱり。どういうこと？理解してない。このラインで受けてもいいのか。このターンはあんま無理せず。こうして、あと一マス。ここは光でいいかな。あー、倒せない。ユナカが来てくれたら倒せるけど。てか最近 100% 現れるけどな。これ倒せるか。フォガートのが若干強いね。あー、すごい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 、すごいことになった。で、リュールは詰めるのみ。あー、今こそ天空やん、こんなもん。こんなもん天空やろ。これ何持つかでなんか違うんかね。ウルバン。で、この隙間、弓とかおらんね。そこそこ硬いけど。あ、マスターランス投げてくる、こいつ。シャック。ただ、サンダー持つと具合悪いな。ただもう硬い人前いけないっすよ。アイビーぐらい嫌やな。流脈。実際効果あるんかな。エルウィンドも、せ、使おうか。じゃあ、ルイ攻撃してからか。ここ勇者で、うん、いいダメージ、いいね、倒せる。うわ、一残し、一残しだるいね。で、回復して、オルテンシアで、てか会話ないんかい。あ、てか攻撃しないからかな。ここあるよな、さすがに。お父様。ああ、名前呼んでくれるか、まだ。お父様、会いたかった。そんな懐いてたのか、一応。お父様が死んでしまってから、どんなに悲しかった。この辺がやっぱりまだ子供って話か。いじらしい娘よ。では今
からでも私に従え。仲間を殺し、指輪をすべて。これはさすがに従えんな。ごめんなさい。それはできないわ。じゃあアイビーでもありそうやね。生前のお父様に。ほう。生前のお父様。邪流に取り憑かれる前の聡明なイルシオ王に恥じることは。その頃のハイヤシンス見たかったね。もう消滅してくれんかな。さよなら。説得に成功して。本当は今だって辛い。もっとそばに。あ、そうな。大好きだった。だからちゃんと優しかったっぽいね。もう戦わなくていい。どうか。うん、かなり尺取るここの会話。ちょうど1、はい、よし。はい。はい。って。お、やばい、逆によくなかったか。衝動のタガを外すなよ。なんかしてくるかな。やはり後ろベイルも控えとるしね。食われた言葉か。で、あ、もう家系とかあるけど、もう家系。あ、てか味方が燃え、てか長い道使えばすごいベスポジ。あ、これ最高やん。めちゃ燃やせる。必殺、ナイス。でかいでかいでかい。で、奥燃えます。めっちゃ燃えた。あ、で、ちょっと怖いからリブローで回復しとくか。あ、てか、ジャンおるじゃん。ジャンおる。全然そのムーブしなかったな。か？次のターン本気出せば多分勝てんかな。こんだけ削れれば。さあ、とりあえず生きてくれ。いいね、賭けで。ベイルディアマンド、関節やったよね。ファルシオンならわかるけど、竜特攻だから。私とマルスに勝てるでしょうか。どうなる。うわ、めっちゃいいダメージ。オブスキュリテ、魔法はやめてよ、弱点なんやから。でスタリア、うわ、こ、うわ、死ぬ死ぬ。本当ダメ。え、何これ。こんな僕で何これ。え、めちゃ強かったけど、覚醒したから。光の剣、スタルークは動かせないってことか。え、元からあんな強い。あー、どうしようどうしよう。スタルークが死んだだっけ。天空は一応正解か。おお、ちょ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 。スタルークが失敗か。賭けやんなってこと。そっか。そういうことやな。削るだけ。あ、必殺ナイス。この未来は変わらない。で、ジャンのリ、あ、ここもサンダー打っとけるか。死なんと、ちょっと、あ、てかオルテンシア、あー、どうだろう。オルテンシアで、あの、もう暴走状態にしたのが悪かった説もある。すまないな。ス
タルークじゃない、誰かが犠牲になるだけか。お、ルイか。必殺やめてよ、必殺はやめてよ。暴走が良くない。あ、オルテンシャもいった。なんかもう隊列が乱れたな。もう終わってくれ、もうやり直すから終わってくれ。フォガートも何が起きとる。すごい攻め。ウクロエもなんで。でももう分かった。あ、天空か。ルイ落ちただけでどんだけ壊滅する。一人一冊でやられとるやん。オルテンシア、え、なんかやっぱ強くなったってことでいい。え、すっげえ崩れたけど。まあ、ルイ抜かれただけでそういうこともある。まあ、隙間開けちゃっとるしね。なんか暴走さしたらめんどくせえって話。いやね。ここ倒せるけど。今後もこういう指輪使ってくるやろうしね。そう。早進行動かんかったね。一手目。いや、どうなる。ちょっと耐えてまして。アイビーが狙われる。いやー、ここ耐えれんか。じゃあ引くしかないってことか。めちゃくちゃアイビー来るやん。くっそ。ここが穴か。また穴ができた。いや、必殺か。じゃああれか、ジャン使って。うわ、めっちゃ食らうやん。え、死ぬこれ。ご満足いただけましたか。ジャンか。ハイヤシンス落としに行くか。くそー。ちょっと林荘落としに行こう。ここまでは鉄板やな。で、ここで暴走モードになる。はい。で、ジャンもしっかり組み込んでいく。長い。もう怒ったぞ。もうかけ、うん、ここもしっかり硬いもんな。まあ、デュアルがしっかり発動してくれたら。行きますぞ。あ、めっちゃ食らうよ。え、めっちゃ食らったよ。え、もう瀕死やん。じゃあここもやって、お、買えばあるわな。最後の命令受けたとこやよね。指輪取り返してこいってやつ。ただ今回いい機会もらえたんじゃない。ちゃんと会話できるし。我が娘よ、あの時のように付き従うのであればソンブル様に嘆願し仲間として報い。またパックンじゃされるんじゃないの。いいアイビーもあなたはひとときの幻。
き従う気も、すがりついて涙するから幻。そうやな。それでも、これは本来なら永久に伝えられなかった言葉を言えるのだから、いい機会をもらったね。ありがとう。そしてさようなら、お父様。私はいつか、いつかあなたを超える王となる。そうやな。てか女王は結構増えるね。結構やか、でも4国中2つか。てかまあベイルがちょっと耐えれるあれが自信ないな。あの魔法強すぎるしな。ルイに来てくれるか。そう、もうガンガン行くしかねえ。ここチェーンあれば倒せる。行け、よし、ナイスオルテンシア。死んでくれるよね、ここは。あ、賞金戻っとる。気がつけたらいけたもんなんか。おお、はい、オルテンシア、私もお前たち、これが操られる前のハイヤシンスってことかな。あと、はあ、どうか許しよう。ソンブルの腹の中から言っとるんかな。てかは、どうやって遺体取り出したん、食べられたのに。で、先進の体ですか。最初の会心って言った気がする。よし、じゃあ、いやベイルがちょっと強くてな。お前で大丈夫？もう邪魔なやつ倒してこう。避けてっきり倒せる。ナイスナイスナイス。断末魔えぐいな。で、ここがないよな。耐えれるかな。耐えれるかな。めちゃくちゃボコられとったよな、さっき。なんか前出したら、あ、でも夜さんは夜さんで弱いから、あ、うまくいくかな。うまくいくか。もうかけはもうかけで入れる。ちょっとこの先のムーブ次第やな。で、喋るやつ。あ、でもいいダメージ。これでかい。で、もうかけ。うん、この銃もでかい。で、あ、ルイなんだ。いやいや、めちゃくちゃ食らうけど。ただ、ルイに関してはもう、うん。あ、前出しといて正解やったかも。いい肉壁なった、今。おぉ、しのいだんじゃね？あ、ここスタルク。うわ、耐えてくれ。避けろ。よし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 。ありがとう。耐えたか？耐えたっしょ。誰だ？アイビー？ディアマンドか？いける。これはいける。で、天空。誰か倒してくれるかな。そこだけか。弱い。行こう。畳みかけよう。ここは正念場や。これディアマンド入っ。ユナカ来てくれ。ユナカ。よし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 。もう豊かな予測も足しといてよ。いいとこがあるね。
てーブレスよ。うん、いいダメージ。そして3体も入る。ただ反撃クソいって。で燃やす。いや勝てる、これは勝てる。でユナカ行くか。もうザコほっといていい。めっちゃ食らわせれるやん。これは置いとこう。ルイもかなりダメージソースあるから、ここも結構ダメージ。いやもう勝ったよ、絶対勝った、絶対勝った。あ、すごいすごい、もう38も入れれる。勝った勝った勝った。遊んでも良さそうよ。もう一本さっさと削っとくか。うん、ちょうどか、これ助かるね。いやもうザコもきっちり倒してもいいレベル。光で見もあるし、うん、絶対勝てる。必殺必殺、あー出ない、出ないか出ないか。でオルテンシア、さすがにリュールとは会話ある。ここもあれだ、ユナカが来たら倒せる。ユナカ来てー、かましやがった。くっそなんでこいつこんな硬い。アイビー、ちょっと無駄に無駄に、あー最初からこうしときゃよかった。はい、でここ回復さして、ありがとうございます。いや30足りんな。ここね、最高度を誰かけるか中、あー湯中でもいい。こうしてあっち側行ってほしい、ベイルのあっち側。ここここここで倒せる倒せる。うわ必殺だいぶオーバーキルで1本目で強くなる。スターラッシュ決めてくるってこと？脆弱な神竜には真似ができない。煽りもすごいね。でここを変身して、これもう8やんいややっぱこれはちゃんと強いね。よし、もうリュールの雷で勝つんじゃない？はい、勝ちました。勝ちました。なので、もうザコも全部倒せるね。いや、増援出して今度の本当に優しいね。必殺 6% で。もっと勉強せない。いや、ジャンプちゃんと強いからね。速さは欲しいけど。よし、なんだかなった。いや、ハイヤシンスの光の剣で、やってきた時はちょっと焦ったけど、お、マボ上がった、助かる。リベラションで行くか、母ちゃんの敵足、余裕で倒せる。この後どうなるんかな、これ。この風景気に入っていただけましたか？いや目に見えんけど、いっぱい人死んでるんやね、この子。あなたをおびき寄せるために燃やしたんですよ。むちゃくちゃやん。髪の毛どうなったよそれ。すごい浮いとる。苦手な異形兵もあれなら怖くない。生身の兵ってこと？
ああそういうことか。血色がいいやつなら怖くないのか、リュールは。喜んでもらえたならよかったです。私たちはお友達なんですもの。仲良くしないそれはベリじゃない、リュールが勝手に言ったやつやよね。そういえば絶交したんでしたっけ。絶交学生もう一人の私は小中学生レベルの話か。てか真ん中のなんか背景バグってない？ちょっとドットがなんか荒い気がするんやけど、処理が追いついてないのか。さあナイス。あここでチェインだけで終わらしたわ。シクたち死んだってことでいい？ティウンで消えてっとったよね。あでもここのこのベイリーもティウンで消えるのか。じゃあ生きとるな。あ田舎なんだ。いやもうチェーンないと無理やしな。ユナカチェーンがかなり効いとる。まあ誰にも立ててもこうなるんか。移動が結構でかいやつ、乗り物に乗ってるやつでも出せれば、ああいう風に活躍してくれるって感じか。じゃあ、今もうカンスト近いよね。だってルキの。ああ、生きてんのかよ、しっかり。ハイヤシンスに渡してた指は向こうに渡っちまったぞ。お、リーフ帰ってきたのか。残ってる指輪は絶対に守らなきゃ。こっち、船の奥に持ってきて。じゃあ、カズでは今有利ってことやね。有利、有利、有利。シグルドは返してほしかったわ。英雄王の指輪、お預かりいたします。マルス。いや、モーブなんか裏切ってくれんかな。ここは撤退いたしましょう。お早く。なかなか焦っとるやん、珍しく。あ、元に戻ったわ。ベイル様。ん？セピア。お。あなたの指輪をこちらに投げてよこしなさい。シグルド。何か秘策が？今どっちだ？いいから早く。なんかこっち側に顔を見せんってことは。元に戻ってそうやけど。仰せのままに。この強気な感じがでも、どっちだ。目の色でわかる気がするけどね。お疲れさんでした。投げるんかい。普通に手渡せえよ。いや、なんか元に戻ってそう。え、うん。赤じゃない。シグルド帰ってきた。言ったら帰ってきた。シグルドだけは返してくれって言ったら返してくれた。ありがとう。これセピア怒るぞ。もう永遠にこの姿見れんのじゃない、もしかして。セピアガチギレするって。おいおいおい、冗談じゃねえぞ。指輪を向こうに飛ばしちまいやがった。やばい、セピア怒る。この結果、あもう、問答無用やぞ、これは。え、ビンタだけ？そんなレベルじゃないやろ。ここ今こそモーブが動くときじゃないか。かばってこっち来い。担いで。こうなるって。モーブ、残りの指輪はしっかり持ってたよ。なんかモーブ来そうやぞ。お前だいぶ葛藤するやろ。このままでいいのだろうかって言っとったし。近々我が軍に下るな、あいつ。でかい、シグルドはマジででかい、一番欲しかった。シグルドの強さはちょっと身に染み取ったわ。アルフレッドに持たせたことであれやったけど。やったー、シグルド帰ってきた。あ、
こう見たら一応聖戦系の2人だか、聖戦とトラキア。私もだ。おかえり。君を守ることができなくてすまなかった。いや誰でも助けよう。シグルドは強いことがもう分かったから。そのことばかり考えていた。ああ。シグルド。なんだか女装もかなり強いしね。移動力に応じてプラスになるやつ力が。さっき見た通り、ベイルという子は違う人格を引き出され。駒として使われている。そうみたいな。ジャリューソンブルがまだ満足に動けない分、あの子が手足となっている感じだね。いやもうあのベルにはしばらく会えなさそうやぞ。そうなのです。助けに行くか。助けるどころか、だってソンブル倒す過程で助けざるを得ないんじゃないの。そうしたいですが、この村を置いてすぐに立つことはできません。遺体とかを処理しなくちゃいけないか。火を消し、生存者を助け出した後でイルシオンに向かいましょう。ただもなんか最終局面な感じもしてきたけど。こたびの戦いで指輪の数はこちらが上に来ました。残り2個返ってきたもんね。うん。そうだな。今なら勝てる見込みがある。結構レベルもいい感じで来とるし、もう終わりかけても良さそうな気もするね。確かに。アルフレッドは一旦王城へ。フィレネか。このことをイブ女王に報告してきてください。ああ、まあ、国の力らは借りんなんかな、さすがに。村のことは私たちに任せて。うん。ミステラはご飯作ってくれ。あの肉を焼いてくれ。あと歌もかな。いや、ベイルはやっぱ仲間になりそう。ベイルとモーブは来る。絶対。最後の仲間がモーブかな。あいつもマジでもう最初からやっぱ違和感あったもんな。まとも感があったというか。で、結構白の人も、ああ、結構生存者おるね。ただ悲しんどる。隣人は家族を失ったそうです。なんと声をかけたらいいか。すまんな。ちょっと遅れたわ。あなたが神竜様、どうか家がみんなが元に戻りますように。くー、生き返すことはできんからな。先にアイテム回収して、え、この落ちとるやつも最終的にくれるとかあるかな。でもこれはさすがに拾わんないよな。あ、銀でかい。銀は一番欲しい。で、奥の方。敵船置いてっとるやん。で、あ、迫力でかい。これイクシオンやもんね。船置いてっとるやん。持ち帰ってくれよ。なんかボケっとしてる。あ、なんか怒ってそう。残っている船なんて焼いてしまえばいいんです。私たちの水辺さんに比べればそれでも足りません。そりゃそうやな。燃やしていいぞ。許可する。猫。キタニャッコ。これ初めてかもな。この柄。で、この隙間いけないのかい。アイテムあと一箇所。で、市民、ん?違う。こっちに誰かおる。大丈夫か?はい。しばらくフルルの風車村に避難します。あそこには、桃園の親戚がいますので。よかったな、親戚おって。フルルの村側のセリーヌと出会ったとこか。で、カモメン。かわいい。鳥もゲットしていく。端っこに何かおる。まだ鳥かな。猫。フィレーネニャーコ。ニャーコ。猫とかニャーゴとかいろいろ呼び方あるのか。もともとの名前。猫とかニャーコって呼ばれてるの。なんか、花月にすごい言われてるけど大丈夫か。大切にしていた風車も花も焼けてしまいました。イルション軍のしたこと許せません。
あれ俺、イルシオン、ずっとイクシオンって言っとったよね。イルシオンか。今さら。今さら。イルシオンね。命があっただけありがたいことですか、家が。うわ、ひどいもんやな。で、青吹き出し、ブシロン。あ、涙が出そうです。でも、泣くべきなのは俺ではない。俺は、村を元に戻すために、いくらでも力を尽くします。スタメンからも外れ投手残ってってもいいぞ。デイティエ。復興には多くの時間がかかることでしょう。ですが、取り戻せることは決してないと信じていますわ。だいぶあったかい服装になったな、エイティエ。スナイパーになって。この辺か、ディアマント。村人の救助が完了した。犠牲は少なくないが、助かった者も多くいる。それはよかったな。全滅したかのような燃え方しとったもんね。で、セリーヌ。はい。お母様、ああ、ストーブの燃料が。お母様が知ったら悲しまれると思います。私も、今は。いや、もう一回の収録にもう2、3時間かかっとるからさ。こういう外のエアコンだけにしとけって話か。で、アイビー。ええ。不思議だけれど、お父様の姿を見て、やっと前を向けた気がするの。まあ、最後に言葉、ね、伝えることができてよかったね。で、オルテンシア。お父様、今度こそ、本当に、さよなら。片身のあの巻物やろうか。今回青くした人多いね。で、黒い。とても美しい村だったのよ。おとぎ話のような。なのに、こんなこと。ひどすぎるわ。みんな悲しんどる。で、悪いか。村の火はすべて消しました。なぜこんなひどいことができるのでしょう。むごいかな。で、これか。あんなに祈ったのに、神様など本当はいないのですね。これは刺さるな。リュールに。ここ喋った、こんなもんかな。あ、でもアンドさん普通に喋ってるな。普通のこと。めちゃめちゃになって村がかわいそうだわ。大人になったらみんな、こんなひどいことができるの？これも青吹き出しでやっといてよ。あ、ここも普通のこと喋ってる。私とロサードも途中で逃げなければここで、村を焼くのを手伝わされていたのでしょうか。そうかもな。いやもう全然普通のこと喋ってるのは青吹き出しにしといてよ。ね、こんなとこにしとこうか。あ、じゃあ出ます。で、絆会だけまたしときたいね。うん、まあ始める前でもいいかもしれんけど。あ、ただ次あれか、支援会話のお時間かな。がっつり行くね。今度会場戦か。またがい、うわぁ、増えていく。増えていく。リーフとシグルドってことかな、今の増えたの。ガイデン。いや、リーフね。連なる橋。あー、ここもしかして、ラインハルト出てきたとこか、もしかして。こういうマップやった気がする。で、シグルド。光と闇のタイガー。どこのマップかな？ね、最近、聖戦の系譜の実況もしたから、どこかのマップ。ああ、ここ、あそこかな？シアルフィ。子供編？子世代編で、アルビスがいるとこに、シアルフィをそう、統治してるアルビスのとこ向かう前の、あそこの橋っぽい感じがするな。その手前の城でユリウスと、ね、あいつ、あれ出てこ、ユリウスの相方、トールハマ持った。あー、出ない、うそー。顔は出てんのに、くそ。
そう、あそこやり、あそこじゃないかな、これ。その感じがする。いや、シグルト帰ってきたのでかいね。うん。マジで望んどったからね。誰に持たせようかな。もう指輪自体が、ね、補欠が出てくるぐらい増えてきたしね。腕輪もあるから。シグルド。シグルド、やっぱティルフィン、ああ、そっか、銃で終わっちゃうから。助走がやっぱ強いしね。ただ次は支援、いや、そう、いろいろ溜まってないね、今。でもこれ、ちょっと裏作業したらまだ溜まるしね。次回は支援会のお時間になりそうですかね。はい。したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。